に所属したコーナーーーナナナバックリリタアーーアメリカ合衆国イインンディアナ州フォートウェイン出身 NFL 75周年記念チーム、NFL 100周年記念チームに選出されるなど、名コーナーバックとして知られた。2009年プロフットボール殿堂入りを果たした。少年時代にアメリカンフットボールを始めたウッドソンは、高校卒業時に、 奨学金を得て、ビッグテンカンファレンスの名門パデュー大学に進学する。大学では、ランニングバック、ワイドレシーバー、コーナーバック、セーフティそしてリターナーも務めるなど、公主療法で活躍し、13個の大学記録を更新した。また、フットボールだけではなく陸上競技でも活躍し、60メートルハードルの NCWA 記録を10年間保持していた。 1987年にピッツバーグスティーラーズから NFL ドラフト一巡全体10位で指名されて入団した。チャックのオールヘッドコーチはトニーダンジー守備コーディネーターにディフェンシブバックの再建を指示していた。ドラフト前の情報ではスティーラーズの全体10位より前にウッドソンを獲得するチームがあると見られていたがサンディエゴチャージャーズの全体5位指名権は クリーブランドブラウンズにトレードされ LB マイク、ジャンキンが指名された。全体6位のセントルイスカージナルスは q b ケリーストーファーを指名した。バッファロービルズもウッドソンに興味を持っていたが、全体8位でシェーンコンランを指名した。1987年95日間のホールドアウトを行った。これは長年ホールドアウト期間のスティーラーズ記録であったが、 2018年、レベオンベルに更新された。契約合意に至るまでは、110メートルハードル層の、ワールドクラスの選手であった。彼は、ヨーロッパの陸上競技大会に出場した。1987年当時、110メートルハードルで、世界歴代4位の成績を持っていた。彼は、全米オリンピックフェスティバルで、銅メダル、国際陸上競技連盟主催のヨーロッパの、 大会でもいくつかメダルを獲得した。彼はソウルオリンピックのアメリカ代表も狙える陸上選手でもあった。10月28日、スティーラーズと70万ドルのサインボーナスを含む4年180万ドルで契約を結んだ。11月8日のカンザスシティチーフス戦にキックオフリターナーとして NFL デビューした。 11月22日、第12週のシンシナティベンガルズ戦でブーマー、アサイアソンのパスを、プロ初のインターセプト、48ヤードをリターンして、タッチダウンを上げた。この年、先発出場はなかったものの8試合に出場し、20タックル、キックオフリターン13回で、平均22.3ヤード、パントリターン16回で、平均8.4ヤードを獲得した。 1988年、ドーエイン・ウッドラフと共に先発 CB として起用された。この年もリターナーとして起用され、第6週のフェニックス・カージナルス戦では92ヤードのキックオフリターンタッチダウンを挙げた。第12週のクリーブランド・ブラウンズ戦ではバーニー・コーザーをサックし、プロ初サックを記録した。この年、 全員16試合に先発出場し88タックル、4インターセプトを挙げるとともに、キックオフリターンで平均22.9ヤード、パントリターンで平均8.5ヤードを獲得した。1989年1月3日、5勝11敗と、過去20年で最低の成績の成績に終わったスティーラーズは、守備コーディネーターのトニー・ダンジーが辞任。 4人のアシスタントコーチも解雇された。1989年11月19日のサンディエゴチャージャーズ戦で84ヤードのキックオフリターンタッチダウンを挙げた。この年15試合に先発出場、80タックル、3インターセプト、キックオフリターンで平均27.2ヤード、パントリーターンで平均7.1ヤードを獲得した。 チームは9勝7敗で AFC 中地区サニーでワイルドカードでプレイオフに出場した。プレイオフ初出場となった彼はヒューストンオイラーズとのワイルドカードプレイオフで4回のキックオフリターンで74ヤードを獲得。チームは26から23で勝利した。翌週のデンバーブロンコス戦は23から24で敗れた。 1989年からは6年連続でプロボールオールプロに選出されるなどリーグを代表する CB となった。1990年、ロッドラスト守備コーディネーターがニューイングランドペイトリオッツのヘッドコーチに就任するため、対談、LB コーチのデーブ・ブラジルが守備コーディネーターとなった。この年、DJ ・ジョンソンと共に先発 CB を務めた。 9月16日のオイラーズ戦では、グレッグ・モンゴメリーのパントを52ヤードリターンして、タッチダウンを上げた。同年12月6日、3年300万ドルで、契約延長、チーム史上最高級の選手となった。この年、全16試合に先発出場し、66タックル、5インターセプトを上げて、オールプロファーストチームに選ばれた。キックオフリーターンでは、 平均21.8ヤード、パントリーターンで、平均10.4ヤードを獲得している。1991年、DJ ジョンソンと共に先発 CB を務めた。第13週のオイラーズ戦は怪我のため、インアクティブとなった。11月28日のダラスカウボーイズ戦で、スティーブ・バーラインを、サック、プロ初サックを挙げた。12月27日、 7勝9敗に終わった後、チャック・ノールヘッドコーチは23年間のヘッドコーチ歴に終止符を打った。1992年1月21日、新シ,シナティベンガルズの守備コーディネーターであった、ビル・カウアーがヘッドコーチに就任した。そして1月31日に、ニューオーリンズ・セインツのディフェンシブバックコーチ、ドム・ケーパーズが守備コーディネーターに就任した。 5月19日、無制限フリーエージェントとなる訴訟を起こした旧選手の一人で、あることが報道された。他の選手は、スティーブ・バーライン、ボビー・エイビア、DJ ・ドージャー、スコット・ミッチェル、ジェフ・ダレンバック、セス・ジョイナー、クライド・シモンズ、ケビン・ロスであった。この年も DJ ・ジョンソンと共に先発 CB で、起用された。開幕戦のオイラーズ戦では、 ウォーレン・ムーンからニンターセプトを上げた。10月25日のカンザス・シティチーフス戦では80ヤードのパントリターンタッチダウンを上げた。11月1日のオイラーズ戦ではコーナーバックブリッツでウォーレン・ムーンをヒット・ムーンは脳震盪を起こして交代した。11月15日のデトロイト・ライオンズ戦では 残り3分33秒に敵陣3ヤード地点でエリック・クレーマーにファンブルを誘発しターンオーバーを奪った。第14週のシカゴ・ベアーズ戦ではジム・ハーボーに対して自己最高の2サックを挙げた。この年 CB としては異例の6サック、100タックル、4インターセプトを記録した。1993年は30パスディフェンスにファンブルフォース。 にサックを記録し最優秀守備選選手に選ばれ翌1994年には NFL75 周年記念チームに選出された。現役選手の選出は5人のみであった。1995年はシーズン開幕戦のデトロイトライオンズ戦で右足 ACL 断裂という重傷を負ってしまったが、 驚異的な回復力を見せ19週後の翌1996年1月28日第30回スーパーボールには間に合った。相手チームのダラスカウボーイズのマイケル・アビンは自分は同じ怪我をしたが復帰までに1年半かかったと語り驚きを隠せないコメントをしている。1996年はリターナーを辞め CB に専念し、 7度目のプロボールオールプロに選出された。1997年からは膝の手術の影響もあり、スピードが衰えためセーフティに転向。フリーエージェントでサンフランシスコフォーティナイナーズに移籍した。さらに、翌1998年にはボルチモア・レイブンズに移籍する。1999年にはスポーティングニューズ氏が選出した。 偉大なアメリカンフットボール選手100人の87位に選ばれた。2000年には第35回スーパーボールを制覇した一員となった。2002年にはオークランドレーダースに移籍37歳となっていたが、デンバーブロンコス戦では98ヤードのインターセプトリターン TD を上げるなど、タンパーベイバッカニアーズのブライアン・ケリーとともに、 NFL トップの8インターセプトを挙げて、チームに貢献し、第37回スーパーボウルに出場した。2003年は9月に左膝を手術し10試合の出場に留まる。翌2004年、チームの身体検査にパスできず放出され引退した。彼に代わって、セーフティのポジションについたのは、くしくもパデュウ大学での彼のインターセプト記録を、 更新した選手であった。プロボールの行われるハワイで戯れるウッドソン・ウッドソンが17年間の現役中に記録した1483インターセプトリターンヤード12インターセプトリターン TD は NFL 歴代1位の記録である。他にも71インターセプト32ファンブルリカバー137ファンブルリターンヤード2362 パントリターニアード、プロボール選出回数は、ディフェンシブバックとしては、NFL 歴代1位である。コーナーバック、セーフティー、キックリターナーの異なる3ポジションで、プロボールに選出されたのも彼が最初であった。その後、NFL ネットワークの、NFL トータルアクセスに出演する一方、フォートウェインで、BMW のオートバイのディラーを経営している。また、 1994年以降、少年たちへフットボールを教える活動もしている。2011年、ヒュー・ジャクソン・オークランド・レイダースヘッドコーチの下で、ディフェンシブバックコーチを務めた。2015年2月10日、ジャック・デルリオ・レイダースヘッドコーチの、下ディフェンシブバックコーチを務めることが発表された。ありがとうございます。